ジョイスティック、トラック。ジョイスティックいらないな。あ、飛んでしまったけどいなくなっちゃった。こんにちは、すみやです。野鳥を取りに来ました。千代台野鳥観察園かな。Seestar S30 を立ち上げました。じゃあ風景ですね。まずオープンアームを行きましょう。はい。オープンアーム行きました。風景モードですね。早い。すごい勢いで回っています。こっちにした方がいいな。池が見えてきました。野鳥のいるあたりです。行きましょうか。ここだね。はい。5。入りましたか？もうちょっと。こっちだね。はい。こんな感じでオートフォーカス遅いにしてこうかな。うん、こんな感じでしょうか。でトラッキングモードにして、うん、下なんだけども、うん。これでどうでしょうか。ビデオ撮っとこう。はい、ビデオを撮ります。あー、飛んでる鳥を撮りたいけど。難しそうだな。はい。オートトラッキングってこれでいいんだよね。はい。ジョイスティック、トラック。ジョイスティックいらないな。あ、飛んでしまったけどいなくなっちゃった。DWARF 3と野鳥撮影に来ています。自動キャプチャーでアオサギが入ってますね。かがでしたか？Seestar S30 とDWARF 3は二眼カメラがあるのでね、非常に野鳥の撮影には適しています。特にね、DWARF 3は自動キャプチャーの機能が使えるので、簡単にね、撮影できます。そして S30 の方もね、広角カメラで画面をダブルタップするだけで GO ということで導入をしてくれます。これがすごいですよね。はい。それからDWARF 3はね、自動キャプチャーで一度捉えた野鳥以外の鳥が飛んできてもっていうか、近くを通ってもね、最初に捉えた鳥を最後まで追跡してくれるという非常に機能がね、いいかなと思いました。はい。ぜひ皆さんもね、スマート望遠鏡で野鳥撮影にチャレンジしてみてください。はい。これからね、春を迎えて野鳥の産卵シーズンに入ってくるとね、生まれたばかりのヒナを撮影するのもいいかもしれませんね。あ、S50 はね、二眼カメラじゃないので、野鳥を導入するのがめちゃくちゃ大変でした。はい、そういう違いがあるかなというふうに思います。野鳥を撮るスマート望遠鏡なら S30 か DWARF3 ということになりますね。はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい。